こんにちは。ここは JR 九州阿蘇駅です。大分から特急電車で2時間、博多からバスで3時間、そういう場所にあるそうです。熊本からのバスで多分2時間ぐらいなのかなと思います。ここは熊本県阿蘇市になります。列車でここを観光するということはまあかなり難しくてですね、ここまでのアクセスにはまあ列車は有効だと思いますが、これより先は通常はまあバスなどで回ることになります。まあ阿蘇での観光はあの一度前にやったことありますけどね、普通だったら多分あの自家用車で来て自家用車でぐるぐる回るというのがまあメインであり最も簡単な方法になるんでしょう。まあ、ただ今回は自動車はありませんので、あのタクシーとかにもあの乗らずバスで回るわけですが、そんなにまた時間もありませんが、阿蘇に来たらじゃあ草千里でも見ようと、ちょうど春の緑の美しい時期です。あ、なんか霧が隠れて、晴れてきて山も少しはいい感じになってきたかな。あいにくの曇天ですが、草の美しく生えている様子は見られるはずです。二重の構造になっておりまして、外側に外輪山、そして内側に内輪山というのがあります。外側に高いのがあってね、こう本当なんか一つの山だったのかな。で爆発してなんか真ん中がこう取れてしまって、その中でこうへこんでもう一回爆発して山ができたみたいな、そんな感じだったと思います。今私はその真ん中の、平らなところにおりまして、周りに外輪山がぐるっとこうこのようにねこう囲んでおります。であれが外側の山、内側の山がそこのお家の裏にそびえているあれだというわけです。でそろそろバスが来ます。バスに乗って出かけます。これね、阿蘇の大体の成り立ちを私が適当に書いたものです。これで間違ってないはずですが、でまず最初こういう山でこうあったものがこうボカーンとこう噴火をしますと、でものすごい勢いで下にこうマグマが溜まっていたところが空っぽになりまして、でそこがあの空洞になるとボコッとへこんでしまうわけですね。ちょっと上のところ間違えて書いちゃいましたけど、でこのへこんだ状態で、こんな虫歯のような形の山になりました。その虫歯の内側から、まあ、人間の虫歯だったらばもう戻りませんが、虫歯の修復のような形で、この底の部分から小規模な噴火が繰り返され、そして今このように山の真ん中にまた山が立つ面白い形になっています。現在地がここ目の前にそびえる阿蘇山の内輪山、ロープウェイで上の方へ登っていくこともできますが、その阿蘇山のちょっとふもとのあたりにある草千里大草原に向かうと思います。分かりやすいですね、こういう風に色で色付けしてくれていると。駅から草千里までバスで570円です。全部の感覚が少し狭いんじゃないかなと思いましたけど、実際そのようで、高速バスだと通常11列車あるらしいんですが、このバスは12列車でちょっとだけ狭くなっています。まあ、つまりそれだけ席数を多くして需要があるバスなのかなと思いました。実際それにたくさんのお客さんが乗っています。中学校の国語の授業であの阿蘇を歌った詩が出てきましたけど、 まさにあれですよね、馬は草を食べております。来たんですけど、相変わらずすごい風ですね。バス停もこのように完全に倒れておりますね。阿蘇駅から30分はかかってないけど、20何分かかかりました。ここは草千里、この向こうに景色が広がってるんですが、とりあえずご飯食べようと思います。すごい風ですけど、あの到着したここはね、あの火山博物館なわけですが、カレーとかしかなかったんで、やっぱり名物の赤牛が食べたいと思い移動してレストランに行くことにしたんですが、これ火山弾か、こんなものが飛んでくるんですね。で理科の授業で習いましたけど、ちょっと多すぎるな。人生で最も長い 100m を今歩いてきましたけど、これはなんだろう、グリーンパークって書いてあるレストランだな。これとそれからその奥にも新しそうなレストランと2つぐらいあります。今回はあの新しい方にすることにしました。草千里展望レストランだ。綺麗だな。中からも美味しそうな肉を焼く匂いがしてきます。せっかくなんでバスの時刻表ですが、まあ、こんな感じであの需要の大きそうな時間には本数が増えています。で阿蘇駅前からこの草千里まで30分はかからないぐらい、この阿蘇山西駅から、ロープウェイが出ていて、それで阿蘇山の山頂まで上がることができるんですが、ただ今ロープウェイは運休しておりまして、この終点の阿蘇山西駅に行く人はほとんどいないと思います。阿蘇駅前から草千里、まあ、この部分でしょうね。30秒前は何も見えなかったんですが、今度打って変わって全部雲が抜けてこのように見えるようになりました。ものすごい勢いで雲が流れてますから、さっき見えなかったものが見えるようになったり、その違いも面白いものです。今は、ね、こんな猛烈な風が吹いている中でも平然と草を食べてますが、結構すごい肝なんですね。乗馬体験なんていうのも売りにしていますが、この天候の中やっている人はあまりいないのではないかと思います。でも去年来た時はやってる人いたんだよな。また雲がこっちの方に降りてきました。これでこれですけどね、阿蘇の名物赤牛丼をこう焼いたやつで、ステーキにしたのかな。それをこう乗っけた丼物の食べ物、ステーキ丼、赤牛丼、この名物だそうで、大変美味しいようです。もしもかけて
個でいいのかな。全部かけちゃうか。絶対美味しいですよ、これは。温泉卵みたいな感じになってますね。美味しいわ、これ。音が聞こえてなかったら申し訳ないんですけど、これが草千里か、ずいぶんビチャビチャになっちゃってますけどね。前に来たことはありますが、降りてみたことはありません。今年は冬服で来ましたんで、そんなに寒くはないですね。あそこの湖があるな、あそこら辺まで行きたいですね。歩いておりますと結構たくさんですね、お馬さんの落とし物なんていうのが あるわけでして、ちょっとこれは気をつけないと割と簡単に踏んでしまいますからね。こんな風に落ちてますが、ちょっとこう自然に帰ったような感じでこう分かりづらくなってる場合もあるから、足元にはかなり注意して歩いた方がいいですね。なんであの人たちはあんなに平然としてるんですかね。そこら辺も、そこら辺んじゃない、そこら辺も馬糞だらけなんで気をつけないとな。もうすでに踏んでるような気もするんですけど、とりあえず踏んでないと自分の中では思っていることにします。あー、こっちは逆に何も生えてませんが、これはこれでいいもんだな。もう少しやっぱり明るいとね、また日の光の向きとかいろいろあるんですが、緑のこの様子をもっと皆さんに鮮やかにお伝えできたらよかったんですが、まあこれでも十分だと思って、すみません、我慢してください。ともかく大体阿蘇について簡単に巡れる、一番簡単に巡れる阿蘇らしいところのご紹介をしました。バスで往復1140円です。時間の関係で博物館は見学しませんが、これが火山弾です、マグマがですね、液体の状態で溶岩で、飛んできて、飛んでくるとその間にこう風を切りますんでね、その雫のような形になるわけです。その状態で冷え固まって、こんな感じのこう先っちょがとんがった、いわゆる教科書で見るような火山弾の形になるそうです。これで重さ500キロ、こんなものが飛んできたらね、ひとたまりもないわけですが、阿蘇山が大噴火を起こしますともうとんでもないことになるそうでして、最大レベルでの噴火が起こると九州の北半分が全て阿蘇山の溶岩流の影響を受けて、700万人がその溶岩によって亡くなるかもしれないと、そういったのをネットの記事に書いてありました。それはなんか一応火山の専門家の人がやったらしいですけれど、特にその阿蘇山の大噴火に対しての対策というものはなされていません。発生する確率が非常に低いからです。それはしょうがないんですけどね、縄文時代からずっと起こってないことですから。でももしも起これば、映画で取り上げられるものでは済まないレベルのとんでもない非常に甚大な大災害になると思われます。九州に住んでいる方なんかも本当にかなりなくなってしまうんじゃないかな。西日本にも相当の被害、東京だって火山灰のせいで物流は崩壊するでしょうね。人違って帰りのバスは混んでるな。帰り2時台はね、2時10分と2時15分と15分間隔で出れる便がありますんで、それで行けばいいんだろうけどね。窓側にも座れるかどうかちょっと怪しいです。というか無理じゃないかな。いっぱいあるんで次のバスに乗ることにしました。次のバスはこんな感じで随分空いてましたね。これなら良かった。この火山博物館から乗ってくる人も少ないようです。下に降りてきました。さっきの草千里ヶ浜はあの上のあたりにありますんで、結構寒いわけですね。下に降りてきたらね、あったかいなと、随分、風も弱いですし、落ち着いたそんな気分になっております。さっき到着した時はあそこでお湯がものすごい勢いで噴水のごとくというか噴水でね、ジャバジャバ吹き上がっていて、湯気もものすごく上がり、すごい景色だったんですが、今やってないみたいですね。阿蘇には阿蘇内の脇温泉、それから杖立温泉って言ったかな、他にも温泉がたくさんあります。この下にあるマグマがね、ガンガン温泉を吹き上げてくれるわけです。大体こんなところですか。これからあとは九州三高のバスに乗って博多駅まで、福岡まで最速のルートになっています。それで帰ることになります。さっき上で食べたローストビーフじゃなくて、なんだ、赤牛丼ですけど、あれがスペアリブを使ってたところでかなり油が多かったので、まだまだお腹が減りません。博多に着く頃には減っていると、夕飯も食べられるかなと思います。こんなところでした。ありがとうございます。今私は位置で言うと、そうですね、この親指の爪のあたりに立っていて、爪のあたりから、左側の阿蘇山を向いているという形です。今目の前にあそこに立っています。私の背中側にもまた外輪山の一部があります。温泉噴水上がり始めましたけどね、今からまた戯りに行きたいところですが、ちょっともう3時の出発なので残念ながらここから見るだけで終わりそうです。お湯を沸かしてあげてるってことはないと思うんですが、あれ本当の温泉だと思うんですが、結構な温度のように見えますけどね。湯気が上がってくれてるから、それで危険信号になってるってわけでしょうか。あそこ普通に裏にベンチとかもありますんで、簡単に近寄ることもできます。これちなみにバスの帰りの時刻表ですが、1日3往復、
博多までの運賃は事前の割引があると2980円、安いですね。西鉄バスでの運行であればコンセントがついています。トイレもあります。リクライニングシートはまあ標準仕様かもしれませんが、ブランケットの貸し出しもあるそうです。帰りの、阿蘇駅前15時発の便は、これはあれですね、博多駅前まで3時間弱、西鉄の運行だからコンセントもついてる。いや大変快適そうです。